視聴者の皆様、いつもありがとうございます。私、今熱が39度5分くらいあります。だるさと、あと筋肉痛みたいなものと、あと鼻がなんかもう詰まってしまって、なんかもう全然通ってないような状態です。今は止まっているんですけど、咳とか喉の痛みとか、何よりあの喉がこう火傷をしたようなこう痛みがすごくて、物を飲み込むときに激痛が走ります。熱がピークの時は本当に死を感じるぐらい本当にしんどくて、今お話ししてる間とかも、もうずっと頭がクラクラしてる状態で、あのお手洗いに行ったりとか、あと自分の寝室にこう2階を登っていく時とか、もうすっごいクラクラして、一昨日からたまたまお仕事がお休みだったので、あの病院に問い合わせをして、そしたらあの熱があったので発熱外来に来てくださいって言われまして、検査をして、で検査結果が出るのがその翌日だったので、その日はあの喉の痛みを和らげる薬と、あと解熱剤をもらって帰りました。で翌日検査結果の連絡が病院から来て、やっぱり感染してて、であの職場にその後すぐ連絡をして、やっぱり感染してましたと。思い当たることとしては、この間至近距離であのくしゃみをかけられたことくらいしかないので、おそらく原因はそれかなって思います。食料がこれだけ届きました。味しない。動物にはあの感染しないみたいに言われてるみたいなんですけど、まあ、何があるかわからないし、茶色が感染しちゃったらかわいそうすぎるので、極力茶色とは触れ合わずにご飯やお水だけをあげてます。味しない。
つつつ。うわ、うわ、うわあ。なんかすごい遠くで味がする感じ。